バトルオブブリテン、バトルオブブリテン、あるいは日本語で英国空中戦は第二次世界大戦におけるドイツ空軍とイギリス空軍の戦いのうちでドイツによるイギリス本土上陸作戦の前哨戦としてイギリスの制空権の獲得のために行われた一連の航空戦を指す戦略目標を達することなく独ソ戦を前にしてヒトラーによって中止された ドイツ語ではイングランド航空戦、という1940年7月10日から10月31日までイギリス上空とドーバー海峡でドイツ空軍とイギリス空軍の間で戦われた航空戦である史上最大の航空戦と言われる初戦でドイツ空軍はドーバー海峡付近の輸送船や沿岸の港湾を攻撃したロッテ戦術を使った先方と軍用機の 保有数において、ドイツ空軍が優位に立った。数において劣るイギリスは、軍民一体となって、空軍を支援した。レーダーにおいて、当時世界で軍を抜いていたイギリスは、近代的なレーダー網を活用した、溶撃体制を構築し、イギリス連邦諸国から人的支援、中立国アメリカ合衆国からは、経済支援を得ることができた。ドイツ空軍は7月中旬から、 内陸部の飛行場を狙った空襲を繰り返して、イギリス空軍に打撃を与えた。しかし、目標選定の失敗や必要な軍用機の整備、不足、途中で使用な空襲目標をロンドンに変えたことなどにより、ドイツ空軍も大きな被害を受けた。10月になって、イギリス空軍は、ドイツのイギリス上陸作戦を断念させることに成功した。その意味で、バトルオブ。 ブリテンの結果は第二次世界大戦の重大な転機となった。イタリア空軍はドイツ空軍側で少数の航空機を派遣したものの効果なくイギリス軍に撃退される。ドイツ空軍の攻撃は翌1941年5月頃まで継続された。1939年9月1日に開始されたポーランド侵攻をスロバキアとソ連の参戦で 成功させたドイツは、翌年の1940年5月、西方電撃戦を開始し、わずか1ヶ月ほどでフランス、ベルギー、オランダを、降伏さ、ヨーロッパ大陸における軍事的優勢と主導権を獲得した。しかし、完全勝利を目前にして、ドイツ首脳部の判断ミスによって、ダンケルクに袋のネズミ状態であった、英仏連合軍将兵34万人がイギリスに、 おさむすることを許した、ダンケルクの戦い。1940年7月16日に、イギリス本土上陸作戦準備を決心したドイツは、上陸作戦のための準備を開始し、州停や水陸両用戦車等の用意を始めた。さらに、上陸部隊の安全を確保するため、ドーバー海峡における航空優勢及び政界権の獲得を目指し、 ドイツ首脳部は1940年8月2日にイギリス空軍部隊の殲滅をドイツ空軍に指令した。ドイツ空軍は航空作戦を開始してバトル・オブ・ブリテンが始まった。ドイツ空軍はヨーロッパ大陸での作戦を念頭に置き、地続きの戦場において味方陸軍部隊への近接支援と敵の補給遮断を行うという陸空自家境を前提に航空艦隊。 ラーフトフロータを基本にして編成され、ドイツ空軍単独での都洋攻撃を想定していなかった。この方針は空軍の研究開発に多大なる影響を与えた。主力戦闘機メッサーシミット BF-109 は航続距離が短く、イギリス南東部までしか爆撃機を護衛できなかった。BF-109 よりも航続距離の長い双発戦闘機メッサーシミット BF-110 は 重武装ではあったがエンジンが2機ある分重いため、軽快な単発単座戦闘機と敵対した、際の空戦能力で劣り、BF-110 も、また護衛任務に限界があった。フランスを屈服させた後、ドイツ空軍の司令官、ヘルマン・ゲーリングは2個航空艦隊を正方に移駐させた。アルベルト・ケッセルリンク率いる第2航空艦隊は、ネーデルラント、司令部、ブルッセルへ展開した。 フーゴシュペルレ式する第三航空艦隊はフランス西部、司令部、パリへ展開した。この2個航空艦隊は爆撃機1480機、戦闘機980機の航空兵力を有した。爆撃機の内訳はドルニエドゥ17、ドルニエドゥ215、ハインケル HE111、そしてユンカース1 8 7であった。ヒトラーは ポーランドと北欧で見せつけたドイツ軍の強さを外交材料にイギリスの降伏を望み戦わずして屈服できると期待していた。そのためイギリス本土上陸作戦を実施する必要性に回帰的であった。また、西方電撃戦の成功により大した被害を受けることなくフランスを屈服させることができたためヒトラーを含めドイツ首脳部は イギリス本土上陸作戦の計画を早めなければならず北欧侵攻でドイツ海軍の艦艇が大きな被害を受けたため慎重に検討された。イギリス海軍は第一次大戦から第二次大戦に至るまで盛況な艦隊を維持しており、ドーバー海峡とイギリス海峡にドイツ海軍の艦艇を派遣することは困難であり、ライン川などの内陸化専用運搬船を 上上陸用用に転用して、またた。空軍輸輸送送機で、地上部隊を輸送させなななければならなかったこの戦いはドイツにとって当初から予定されていたものではなかった。そのためパイロットの訓練や空軍のドクトリンだけでなく飛行場や燃料供給といった基本的なことにも取り組んでいなかった。その上、ヒトラーやゲーリングからたびたび横槍が入った。ヒトラーは 英本土上陸のためのアシカ作戦の準備を7月16日に命じたが、指揮官たち、第2航空艦隊のアルベルト・ケッセルリンク上級将、第3航空艦隊司令官、フーゴ・シュペルレ上級大将が詳細な指示を受けたのは、8月6日になってからだった。ドイツ空軍は接収したフランス北部の航空基地を利用する予定だった。しかし設備には差があり、 主脚が華奢な BF-109 戦闘機には負担となった。他にも弱点があった。ドイツのレーダーは英国よりもかなり遅れており、情報の質も悪かった。さらに常実の通り、ゲーリングやヒトラーが目標選定や近接護衛戦術などについて横槍を入れ、搭乗員には十分な休息がなかった。しかしそれによる波状攻撃は A パイロットたちを疲労困憊させた。 ドイツは軍事行動における主目標の見極めと最適な手段の選択を誤ったとの指摘もある。そもそも基本的な狙いが制空権という漠然としたものでしかなかった。9月初旬、ドイツ空軍はその狙いを果たせずに800機以上を失い、さらに多数を損傷。英空軍に多大な損害を与えたが英国は 海だけでなく空においてもドイツ軍を大幅にしのぐ戦闘能力を備えていることが明らかになった。イギリス空軍の戦闘機軍団司令官、ヒュー・ダウディング大将は、初代トレンチャード子者、ヒュー・トレンチャードの協力を受けつつ、戦闘機の存在意義を問う声を跳ねのけ、軍用機の近代化を後押しした。イギリス空軍は、世界恐慌の影響を受け、 対戦勃発の直前になって軍用機の量産が開始されるという状況にあったが、ダウティング大将は航空省と計画を練って、イギリス本土防空計画を策定した。この計画では、戦闘機スーパーマリンスピットファイアと戦闘機、ホーカーハリケーンからなる46個、戦闘機飛行隊が必要と見積もられ、1939年中に部隊編成を達成することができた。 しかし、旧式機のグロスターグラディエーターだけでなく、フェアリーバトルや、ブリストルブレニムといった、軽爆撃機の転用で飛行体が保管されてた上、チャーチル首相の戦闘機派遣命令を繰り返し受けて、フランス派遣軍での損失と北欧派遣軍の損失によって、計画以上の奇数が必要であった。チャーチル内閣が発足すると、初代ビーバーブルック断尺。 マックスエイト県が航空機生産大臣として迎えられた。マックスエイト県は倉庫で眠っていた修理用の部品を民間企業に押しして新造機を生産させ定数の確保に貢献した。空軍が整備のみに徹することができるように損傷した航空機の修理も民間企業に委託させる契約を結んだ。また、スーパーマリンスピットファイヤー、ホーカーハリケーン、 ブリストレボーファイターなどの新型戦闘機、アブロ・ランカスター、ハンドレ・ページ・ハリファックスといった新型爆撃機に搭載れるエンジンであるロールス・ロイス・マーリンの供給が滞らないよう、アメリカの企業にライセンス生産を交渉し、フォードモーター社には断られたが、パッカード社が生産を承諾した。航空省は無線電波を飛ばして航空機を発見。 捜作するシステムの実用化をワトソンワットに依頼した。それから5年余りでレーダー監視網の整備が行われた。航空探知用のチェーンホームレーダーと低空探知用のチェーンホームローレーダーは発信等から連続的な長波を発信して受信したものはブラウン管モニターに映し出された。それぞれのレーダーサイトで互いに資格を保管することができた。敵の航空部隊が イングランドの海岸線に到達する前から、その規模、方位、高度が航空統制官に伝えられ、迎撃部隊は最適な迎撃ができた。しかし、レーダー網は敵味方を区別できないため目視で確認する必要があり、人員を配置した監視所も設けられた。これらの防空監視システムは、まとめてダウディングシステムと呼ばれる。常述の通り、イギリスは、 指揮系統や統合防空体制においてかなりの備えをしていた。世界最高のレーダー、観測所、空襲警報、地域指揮所、航空交通管制はすべて分散されながらもネットワーク化され、すべての情報がダウディングの戦闘集団の核式所に届けられるようになっていた。1930年代からイギリス政府は覚悟を決めて構えており、ネビル・チェンバレンですら、 防空予算は出し惜しみしなかった。そして、1940年には、世界最高の防空体制が整っていた。西方電撃戦が開始されてから、ドイツ空軍は、陸軍の支援と、フランス空軍を殲滅しながら、イギリス本土に散発的な航空攻撃をしていた。しかし、ドイツ本土からでは、航続距離の関係から護衛に戦闘機を、随伴できないため、夜間空襲のみで、 夜間では地上目標の確認が困難なため効果的な空襲ができなかった。イギリスの戦闘機も軽爆撃機ブレニムを改造しレーダーを搭載した急増夜間戦闘機があったものの旧式でドイツの爆撃機に振り切られることが多かった。爆撃機をサーチライトで照射し昼間戦闘機のハリケーンで撃墜させる方法もあったがサーチライトが少なく夜間に対抗できるのは こ射砲のみで十分ではなかった。1940年6月25日にフランスと休戦条約を締結、ドイツ軍はフランス北部沿岸と西部沿岸一帯を占領、旧フランス軍空軍基地を大英前進基地として使用可能になった。7月10日の朝、偵察機を護衛するドイツ戦闘機 BF-109E と、これを迎撃に向かったイギリス戦闘機スピットファイアとの 空戦がバトルオブブリテンの始まりと言われている。同日の午後にはドーバー海峡付近を航行するイギリスの船団をめぐって空戦が行われた。翌11日にドイツ空軍の攻撃隊が30から50機ほどでイギリス南東部の港湾に襲来し、12日にはイギリス海峡を航行する船団を攻撃した。幸福韓国に近いは平安に対し回答を伸ばす。 ことでイギリスは時間を稼いだ。その間、イギリス特有の悪天候で、港湾や船団へのドイツ空軍の攻撃は低調に終わった。しかし、7月16日にヒトラーは、イギリス本土上陸作戦の準備を命じ、22日に行われたイギリスの国会演説で和平案が拒否されると、ドイツ空軍は海上封鎖に本腰を入れ、25日の イギリス海軍駆逐艦の護衛する輸送船団への攻撃では10隻近い艦船が被害を受け、イギリスは夜間を除いて船団の海峡通行を禁止した。ドイツ空軍の艦船攻撃は戦闘機と爆撃機のみで行われ、爆撃機を回収して航空魚雷を搭載させることはあっても本格的な雷撃機は保有していなかった。連日のように イギリスの戦団が攻撃を受けていたにもかかわらず、比較的少ない被害で済んだのは、ドイツ空軍が大撃機の開発を怠っていたことに起因するという見方もある。一方で、イギリス空軍は、レーダー網である防空ダウディングシステムをフルに活用して、港湾の上空で迎撃し、基本的に待ち伏せをした。実際、ドイツ空軍と英空軍の7月中に行われた空戦の 損失割合は、おおむね2対1で、ドイツ空軍には、爆撃機や偵察機が多数含まれたが、英空軍の戦闘機軍団は前線した。1940年8月1日、和平案を拒絶されたヒトラーは、軍事侵攻によって、イギリスを屈服させることを決定した。上陸作戦そのものは、ドイツ陸軍とドイツ海軍が実施することとなったが、 制空権の確保が前提とされたため作戦決行の鍵はドイツ空軍が担うことになった。この作戦準備の第一目標がこれまで海上封鎖であったのに対しイギリス空軍の殲滅を第一に掲げられ戦闘機の殲滅と飛行場や航空機産業も攻撃の対象にするよう指令が出された。3日にはドイツ空軍の上層部で初期攻撃の目標が選定され、 それに向けての準備が開始された。このため、すぐにはイギリス空軍の戦闘機を狙った攻撃は行われず、引き続き艦船など港湾に対する攻撃が行われた。この期間中、双方は航空機の修復と補充を行ったが、イギリス空軍ですでに深刻になり始めていた、パイロット不足を補う貴重な時間を得ることができた。 11日になって、ドーバーとポートランドの港湾を狙った大規模な空襲があったが、レーダー網が正確にドイツの編隊を捉え、無線管制を受けた戦闘機軍団の6個飛行隊が溶撃に成功し、イギリス側は戦闘機31機を失ったが、ドイツの戦闘機23機と爆撃機15機を撃墜した。8月12日、 メッサーシミット BF110 に 500kg 爆弾2発を搭載した戦闘爆撃機型の BF110C-4B がイギリスのレーダーサイトを攻撃した。レーダーサイトはそれまで攻撃の目標にされることがなかったが、ドイツ空軍は翌日から始まる作戦アドラングリフ、アドロラングラフに備えた目つぶしと露払いを兼ねて4カ所のレーダーサトを攻撃し、 ポーツマスへの侵入機を察知するベントナーサイトは完全にダウンした。この攻撃は第210実験飛行隊アープローバーングスグラップ210によるものであった。同日、ドイツ空軍の約250機はイギリス南部沿岸の港湾と工場を狙って出撃した。イギリスは破壊されたレーダーに代わって目視による 監視所からの情報で、戦闘機50機を緊急発進したものの撃、起用撃には間に合わず、イギリス南部沿岸に大きな被害を受けた。一方で、イギリス空軍の爆撃機軍団もドイツ工業都市をつなぐドルトムンとエムズウンガに対して夜間爆撃を実施し、ライン川を経由する輸送航路の一時的な遮断に成功した。8月13日。 予定のアドラー・アングリフ作戦が天候不良を理由にヘルマン・ゲーリングは延期を命じたが延期の連絡が行き届かず早朝に出撃する部隊の一部が予定通りに出撃してしまったこれらの部隊はイギリス戦闘機の迎撃を受けて多くが撃墜されてしまった上にドイツ空軍にとって衝撃であったのは前日にレーダーを破壊したので待ち伏せ攻撃を受けないはずが イギリスのレーダーサイトは復旧を終えていたという点であった。その日の午後に天候の回復が確認されるとドイツ空軍はイギリス戦闘機軍団の飛行場攻撃のため出撃した。イギリス空軍も海上封鎖に対する防戦の経験からドイツ空軍の戦闘機が迎撃機を引き付ける役を演じていることに気づいておりしつこく爆撃機を狙うことで 空襲の被害を未然に防げるようになった。しかし、夜間には、バーミンガムのスピットファイアを製造する工場が、爆撃を受け、わずかではあるが、スピットファイア MKE の生産に影響を与えた。14日の午後にも、総発戦闘機 BF-110 に護衛された急降下爆撃機樹87がドーバーを空襲し、ドーバー上空では、戦闘機同士の空中戦が正規した。 15日の午後には13日を上回る約1700機規模の大変態がイギリス南部の飛行場に殺到し、イギリス空軍も第10飛行軍と第11飛行軍から150機の戦闘機が発進して大規模な空中戦を行った。ドイツ空軍の1 8 7は防御が弱く、護衛の BF-110 は鈍重で、この航空戦の過程でかなりの損害をこむった。 空戦での損失は、イギリス側約30機に対して、ドイツ側は約75機に達した。飛行場で、地上撃破されたイギリス戦闘機を見積もっても、ドイツ側にとっては人的物的損害ともに大きく、15日を暗黒の木曜日と称した。第一次世界大戦のような進歩性のないゲーリングの強引な戦術のため、現場では独自の戦法が生み出されていった。 16日に行われたドルニエドゥ17による攻撃は航空に達してから緩やかな効果に入り、徐々に速度を増しながら攻撃地点に向かうというものであった。爆撃する頃には時速600キロを超える速度になり、スピットファイアでも追撃は難しかった。この攻撃でウェストモーリングが被害を受けた。その日の午後には第二航空艦隊がテムズ河口やホーンチャーチを爆撃し、 一時間後には、第三航空艦隊が西部を爆撃した。第十一飛行軍は補給のため基地に戻らざるを得ず、第十飛行軍が迎撃に向かったが、再びベントナーサイトが爆撃されて、復旧に一週間要する被害を受けた。夜間には、ブライズノートンが爆撃された。この日でドイツは、約四十五機を撃墜され、イギリスは、空戦で、約二十一機。 地上撃破で40機以上を失った。8月17日、ドイツ空軍では4日間にわたって実施されたアドラ・アングリフでの損失に対処するため修理と補充に追われた。それと同時にゲイリングによってメッサー・シミット BF-109 は爆撃機を攻撃してくる戦闘機を撃退するようにしていたが逆に接敵してきた戦闘機を積極的に排除することを指示された。 この間、イギリス空軍でも同様に補給と補充が行われ、戦闘機パイロットを休ませる貴重な時間を割くことができた。しかし、イギリス空軍におけるパイロットの不足が明確になりつつあり、イギリス空軍内でやりくりしきれず、イギリス軍全体からかき集められ、フランスやポーランド、オランダなどの亡命外国人パイロットや、イギリス連邦、アメリカ合衆国などで、 企業軍パイロットも募り、その編成を急ピッチで進めた。18日に、ドイツ空軍は、また違った形の波状攻撃を実施した。攻撃の対象は、県令ビギンヒルであった。まず、ドルニエドゥ17が、低空から侵入して、小型爆弾で施設に打撃を与え、続いて、ハインケル HE111 やユンカース1 8 8が、 航空から爆撃して徹底的に叩くという段取りであった。これは低空侵入を行う d 1 7が濃密な対空砲火と妨害を受け、航空侵入の爆撃隊も護衛機と迎撃機の空戦に妨害されて、爆撃は計画通りに行かなかったものの、県令の基地機能を麻痺させるほどであった。午後になってからはイギリスの一部の地域で雲が立ち込めてきたため、 ドイツ空軍の攻撃は難航した。それでも天候が崩れていない地域への攻撃は行われ、ハンプシャーやフォードの基地で格納庫が破壊されたほか、ポーリングサイトも爆撃された。18日はドイツは71機、イギリスは27機を失った。19日からは天候が悪化したため、午後になって、ポーツマス、サウサンプトン。 ドーバーなど軍港を含む港湾への小規模な攻撃が行われた。ドイツ、イギリスともに3機を失った。20日は雨天だったが、イーストチャーチ、マンストン、ウェストメーリングなど南東部の基地が攻撃の対象となったほか、沖合の戦団に対する攻撃も実施され、ドイツが6機、イギリスが2機を失った。この20日にゲーリングが新たに損害の多かった。 ユンカースジュ87を上陸作戦後の地上支援に備えて温存させるため運用停止を決めた。また、第3航空艦隊の BF-109 を第2航空艦隊に転属させ被害が増えている BF-110 と爆撃機の護衛を指示した。第2航空艦隊が昼間空襲を担う代わりに第3航空艦隊は護衛の必要性が薄い夜間空襲の専門になることで 24時間体制でイギリス空襲を行う方針を定めた。イギリスでも大きな動きがあり、イギリス首相ウィンストン・チャーチルが会員で有名な演説を行った。この演説は戦闘機軍団に対する賛辞を意図していた。キースパーク空軍少将は自身の指揮する第11飛行軍に2つの指示を出した。一つは戦闘機との戦闘を避け、 爆撃機の排除を徹底することで、二つ目は戦闘機を配備した基地の防衛強化であった。前者について、敵戦闘機との戦闘を望み、騎士道精神に固執する熟練登乗員に不満を買ったが、ドイツ空軍に打撃を与えつつも、自身らの戦闘機を守るための方針であった。8月21日から22日は悪天候のため、 ドイツ空軍の昼間空襲は低調であった。第210実験飛行隊の BF-110C-4B と BF-109E-1B による小規模な強襲作戦や戦団攻撃が行われた。しかし、夜間爆撃でドイツはフィルトンのブリストル社工場の爆撃には成功した。23日も基地、港湾へ攻撃3日間でドイツが19機。 イギリスが6機を損失。8月24日、早朝から、グレートヤーマスの港湾攻撃が開始され、ホーンチャーチ、マウストン、ノースウィールドなどへの大規模空襲が行われた。続いて、完全に復帰していないベントナーサイトの隙をついて、ポーツマスが大規模な空襲を受け、これまで以上に港湾施設と周辺の施設が損害を受けた。夜間空襲では、 テムズ河口の施設を狙った攻撃があったが、事態は予期しない大きなターニングポイントを迎える。このテムズ河口への施設に向かう際、ドイツ空軍の HE111 が後方ミスにより川に沿ってロンドン市内まで達し、そこで爆弾を投下、短期のため被害は少なかったが市街地であった。この日、ドイツは約130機出撃したうちの38機。 イギリスが24機を損失した。25日の午後になって、ウォームウェルの爆撃に向かうドイツ空軍とイギリス空軍の溶迎機がポートランドとウェーマス上空で空戦を行った。ドーバーやエスチュアリー上空でも空戦が行われ、ドイツが20機、イギリスが16機を損失。夜間には、ロンドン市街地爆撃を恋のものであると考えたチャーチルの要請で報復として、 イギリス爆撃機がベルリン市内を爆撃した。ウェリントンとハンプデンの約80機編隊であったが、大きな被害はなかった。ヒトラーは、都市爆撃が市民への無差別爆撃になれば、戦争の泥沼化は避けられないとして、ロンドン市街地への爆撃は厳禁していたため、このイギリス軍のベルリン市街地への爆撃に激怒した。8月26日になって、ドイツ空軍による 広範囲な基地攻撃が悪天候で成果がなく41機を失い、イギリスは28機を失った。翌日は大規模な戦闘がなく、28日になってドイツ空軍が2波に分かれてイストチャーチとロック報道を目標に攻撃。第3波では多数の戦闘機による地上走者攻撃が行われ、イギリス空軍は散発的に反撃、20機を失い、 ドイツは31機を失った。29日には BF-109 と BF-110 のみによる大編隊がケント上空でイギリスの戦闘機を誘い出そうとしたが、この日のイギリス戦闘機部隊はパーク少将の指示を守って編隊に爆撃機がいないことを確認すと引き上げた。30日は戦闘機のみの編隊に戦闘を仕掛けてこないことを見ると、 ケッセルリンクは少しずつ爆撃機を混ぜていかせた。また、BF-109 の航続距離の問題を緩和するため、ドーバーにほど近い基地に集結させた。午前は、県令、ビギンヒルを狙った攻撃で、イギリス空軍もこの日は激しく抵抗した。しかし、ドイツの第三波攻撃が行われる直前に、電力供給の不具合で、核、レーダーサイトがダウンし、 早期警戒機能を失ったイギリス空軍は苦戦した。ドイツ空軍は36機を失ったが、イギリス空軍は26機を失った上、ビギンヒルの基地機能を喪失、レーダーサイトや公戦指揮所も被害を受けた。ドイツ空軍は引き続き31日もビギンヒルに水平爆撃を観光、レーダーサイトは一部復旧してたが、ホーンチャーチやクロイドンも被害を出した。 9月1日、ドイツ空軍は航空機工場も攻撃の対象に加え、ビギンヒル、イーストチャーチ、デトリングへの基地攻撃を継続した。夜には夜間爆撃でスワンジー近辺の石油コンビナートが大きな被害を出した。2日は基地攻撃がさらに強化され、イーストチャーチ、デトリングの基地施設が破壊された。夜間爆撃では ショートブラザーズ社やビッカース社の工場が爆撃された。3日から5日もきちっと航空機工場を攻撃。戦闘機軍団の司令官ダウディングは航空機工場の防空体制を整えさせたため、戦闘機の量産体制に支障は出なかった。6日には第11飛行軍のパーク少将からも航空機工場の優先防衛が各飛行隊に指示された。 8月23日から9月6日の空戦では、イギリス空軍は戦闘機295機を失い、損傷で171機が使用不能となり、新規生産や修理で補充された戦闘機は269機だった。頭を痛めていたのは搭乗員の消耗で、司令官ダウディングは、作なき邪道の傭兵と自ら評価したランク付けによる安定化を図った。 これは熟練者を上位カテゴリーに振り、空襲を受けやすい南東部の基地へ配属させるものであり、一方で新兵を抱える飛行隊は戦闘機の護衛がついていない爆撃機の迎撃に振り分けられた。8月30日、ヒトラーはゲーリングに報復の報復として爆撃目標をロンドンに集中するよう指示し、9月3日にゲーリングから航空艦隊指令に伝えられた。 第3航空艦隊のシュペルでは賛同したが、第2航空艦隊率いるケッセルリンクは、あともう一歩で、戦闘機軍団を制圧できるという点と回復のためロンドン北部へ移動した戦闘機部隊からの迎撃も受ける可能性があるという理由で反対した。ゲーリングは、ロンドン空襲となれば、イギリス空軍の戦闘機も全力で反撃してくると想定し、 ロンドン上空で殲滅できると説得した。9月7日、1 0 0機を超える大変態がロンドン空襲に向かった。疑瞞震度を取ったため、イギリスの戦闘機軍団は混乱し、ロンドン空襲阻止に失敗。しかし、護衛戦闘機役である BF-109 の航続距離から行って、沿岸からほど近い位置にあった、飛行場から目標がロンドンになったことで、 基地に戻るまで護衛することはできなくなった。第11飛行軍から15個飛行隊が迎撃に向かい、第12飛行軍の4個飛行隊もこれに加わった。イギリス空軍は28機を失ったが、ドイツ空軍は約44機を失った。しかし、ロンドン空襲はイギリス国民に決死の覚悟を決めることとなった。ロンドンに無差別爆撃が集中している間に基地を修復。 消耗し、崩壊寸前だった戦闘機軍団を回復させる余裕も生まれた。9月15日、午前と午後の2回にわたって、ドイツ空軍が行った大規模なロンドン空襲でも大きな損害を出した。パーク少将は22個飛行隊を前期出撃させ、ロンドン上空で迎撃した。この日のドイツ空軍の損害は、アドラー・アングリフ作戦と比べると撃墜された。 機数こそ少なかったが損傷を負った機体と搭乗員の支障が多かった。17日には上陸作戦が無期限期となったが、作戦の準備は続けられ、18日にも中規模の航空攻撃が実施された。19日からドイツ空軍は昼間爆撃の縮小を行い、ヒトラーが正式に作戦準備の中止を命じた。イギリス本土への上陸作戦準備は中止されたが、 ドイツ空軍機による A 本土に対する散発的な空襲や偵察、イギリス海峡上空での空戦はその後3年程度続いた。イギリスはスピットファイアの新型、ドイツは FW190 といった新型戦闘機を繰り出して制空権の確保と両軍支配地域への攻撃にしのぎを削ることとなる。1942年、イギリス空軍は G 首と 野戦型のモスキートを投入、ドイツ空軍によるイギリス沿岸都市への夜間空襲を封殺した。続き1943年、スピットファイア LF-9、MK-9 の低空型が投入されると、ドイツ空軍は昼間戦闘機も圧倒され、海峡上空の制空圏は完全にイギリスに移行し、二度とドイツ優位に傾くことはなかった。最終的には、 イギリス本土上陸作戦の実施に向けた港湾施設、兵器工場の破壊が失敗に終わり、イギリス本土への一切の作戦を中止した。また1941年12月のアメリカ参戦により1942年以降、アメリカ陸軍航空隊の第8航空軍によるドイツ本土への昼間空襲が増加。さらに P-38 など、米軍の長距離戦闘機が、 ドイツ本土まで爆撃機を超えるようになると、独ソ戦でも消耗していたドイツ空軍は、西部戦線では本土防空に専念せざるを得なくなり、海峡上空の航空戦は終焉した。バトルオブブリテン勝利の大きな要因として、外国人パイロットたちの多大な貢献があった。イギリス空軍は減少してゆく、イギリス人、パイロット人員を補うものとして、 イギリス連邦諸国やイギリスの植民地さらには外国人パイロットを当初から受け入れていた。イギリス空軍名誉戦士者名簿には510人の外国人パイロットが1940年7月10日から10月31日にイギリス軍あるいはイギリス海軍航空隊の正規部隊でそれぞれ少なくとも1回の正規出撃をしたと認定されている。イギリス空軍ドイツ空軍市民生活 映画、テレビドラマ、音楽。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。